この後の西日本、東日本の雨についてお伝えします。まず現在の天気分布からご覧ください。この時間皆さんからいただいているご報告を見てみますと、東は東海エリアから西は九州にかけて広く雨が降っている状態です。ところどころ、本降りの雨というようなご報告も届いていまして、雨強まっているところがあります。でこの原因天気図で見ていただきましょう。今夜9時の予想天気図となります。一つ西日本から東日本の沖合を低気圧が通過していきます。これに伴いまして太平洋側中心に広く雨が予想されます。でこの後の降水エリアの予想を見ていただきます。西日本についてはですね、特に太平洋側中心にざっと強く降るところがあります。でこの後進めていきますと、午後になりますと東海エリア、こちらも本降りの雨に変わっていきますし、夜になりますと関東南部でも雨雲がかかり始めます。で今日の雨については主に関東南部、房総半島や神奈川県中心の雨となるんですけれども、東京の都心でもお帰りが遅くなる場合は折りたたみの傘ご用意ください。西日本については夜になると一旦雨は止んでくるんですが、明日はまた降り出すところを出てくるというふうに見ています。以上、西日本、東日本の雨についてお伝えしました。